はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人です。今回はね、水平二連三段銃を分解してみたということでね、このウィンチスターのね、モデル21というね、水平二連三段銃を分解していきたいと思います。まあ水平二連三段銃はね、まあ僕らにとっても若干馴染みがある銃で、まあ日本で所持できる銃がね、まあ相談数がまあ決まっていて、こう3発以下なので、まあこういうね、二連三段銃とかはね、まあすごく馴染み深いですよね。まあ、僕が持ってるのは定規二連三段銃なんで、まあ、若干違いますが、まあぶっちゃけ似たようなもんですっていうね、正直言って、って。まあでもね、一応ね、この銃分解するのは初見なんで、まあ何らかのこう手違いがね、あるかもしれませんが、まあまあって感じですよねっていう。これな。ちなみに水平二連と定規ね、定規の二連三段銃はね、何が違うかっていうとね、まあいろいろ違うんだけどね、水平二連の方が基本的に軽いよ。軽いっていう。軽い銃。軽ければね、軽いほどね、リコイルきつくなるけどね。銃のリコイルってのは実はね、銃の重さによる部分が意外と大きいって。これな、日本語で言う先台。これ。フォアアーム。先台。先にある台。先台。アホだね。ネーミングセンスアホだね。ちなみに中の人が持ってる銃はね、ここのパーツの一部が折れていてね、それを銃砲店の人が直したんだよ。なんかね、だから赤字だって言われた。赤字だよ、A 君って言われた。俺は。銃買うときに。ま、なんていうのかな。銃刀法で決まってんだよね。ぶっ壊れてる銃は所持できませんって。そうやってね、パーツが折れてたりとかするようなね、明らかな欠陥のある銃はね、所持できないで決まっているので、銃砲店も売れないんだよね。要するに。ちなみにこうやってね、何回バネでね、こうやって止まってんだけど、こんなんね、取れないからね、まず。取るに取れないから。これねーってなる。これねーって。取るに取れねーってなるからね。こんな、しかも木のパーツが多いからね、こういうのはね。もう分解したら最後なんか 木がまた割れたりとかしてね、ややこしいんだよ、正直言ってってなる。だからね、あんまり分解できない。俺もね、自分の銃をここまで分解したことは一回もない。フィールドストリップレベルでしかない。これな、こういう風になってんだよ。このトップレバーイケメンだよな。三段銃の中でもイケメンな部分だと俺は思ってる。トップレバー。かっけーって。かっけーって。小学生か。お前は小学生か。小学生の頃から変わってないとは言えるかもしれないけどね。小学生がね、多少賢くなるとこうなるのかもしれない。そんな気がする。トップレバー取れた。いやー、取れたね。中身抜こうか、これ。絞っとこう。こんなんなってんだな、しかしこうやって見るとな。まあ、しかも一応なんか、銃によってね、内部構造若干違うしな。まあ大体こういう定規二連とか水平二連とか構造が似たり寄ったりだから、まあ大体一緒だろうけど。か究極的に言うと水平二連と定規二連だって若干似てんだからさ、当たり前だよね。サイドバイサイドショットガン。英語で言うとそういうことだね。オーバーアンドアンダーとサイドバイサイド。まあちょっとね、俺の銃はこんなになってないと思うよ、正直言って。こんな、こういうデザインではない。しかもそもそもトリガー両引きじゃないしっていうね。まあ、そんな感じでね、グーグー言ってるうちにね、分解し終わるんだけど。早えっていう。グーグー言ってるうちにな。この辺三段銃の作りってな。じゃーん、はい、じゃーん、はい、カッチャーン。リロード。こうね、カッチャーンって言ってね、抜くだけだから。で、セーフティーもね、小学生でもわかるから、これだけだ。簡単でしょ？サイトないんだよ、ほとんど。さてと、ソードストック、ソードオフバレル。カッチャン、カチ。そう、これだけで取れるね。そう、これがフィールドストリップ。おー。重心短くなった。ソードオフストック。ソードオフストックする前に、一応ちょっとこう、中身見とこうかね。中身がわかんねえと、ってなるからね。こうなってるんですよ、大体っていう。すーげえ、これはさすがにわかるわ。よいしょ。遅い。これな。こうやってね、ほぼすべてのパーツが左右対称に入ってるのがよくわかると思うんだよね。両引きの銃だからね。独立して、なんか、2つの、なんかすごいシンプルな銃が2つ組んであるみたいな。そういう感じで。ボーン。カッチャン。落ちっぱなんだよね、ハンマーもね。戻ったりしないんで、自動小銃じゃないから。
これできればな。この銃はどうなんだろうな。俺もこの銃ちゃんと見たことがあるわけじゃないから。銃によって、昔の銃だもんね、これ。昔の銃とかだとさ、なんかさ、この、なんていうのかな、リロードするときにね、あ、もうこの銃もなると思うけど、これを回って、このエジェクターがあるんだけどさ、このエジェクターがさ、こう自動廃墟じゃなかったりとかするんだよね。カッチャーンってこれ出てくるんだけど、これがね、撃ってある方は出てきて、撃ってない方は出てこないんだよね。よくできてんだよ、それ。これによってコッキングするというね、独特な世界だよね。まあ、そんな感じですよ。よいしょ。どんな感じだよ。そんな感じ、どんな感じって。ソードストック。よいしょ。取り外し。くるくるくる。どっから抜くの？あ、そっから抜くの？そういう感じ？まあ、確かにそれだけでいいかもしんないけど。普通もうちょっと本格的にバラさないよ。バラさないのっていう。おー。かっけえ。いきなりなんか、やばい銃になった。いきなりちょっとヤバさ出てきた。おお、 OK、 なるほどね。最後じゃあ組み立てで終わりましょうか。組み立てなんか基本的にこの金属パーツを先に組んで、でその後になんかなんていうの、本体とくっつけるみたいな。これどっから組むんだろうな。どっから組めばいいのかよくわかんねえな。でも最初の基本がわかんねえっていう。基本的な銃の作りとは若干違うって若干違うけど、なんとなく分かってきた。でもなんとなくだが思い出してきた。さっき分解したばっかりさ、 A さんっていうね。そうなんだよ、忘れん坊将軍だからしょうがない。なんだそれ、初めて聞いたよ、忘れん坊将軍。これも戻るでしょ、これも入れるでしょ。うん、こっち、こっちを先止めるの、ちょっと理解不能なんだろう、それはさすがに。これ関係ねえしな。意外とこれなんかあれだね。意外とめんどくさいね。どっから組めばいいかわかるけど、なんか左右対称っていうだけあって、なんか左右対称で左右完全対称なのかと言われるとそうでもないかもしれないし、なんとも言えんわ。まあもちろん左右に完全に対称なわけではないんだけど、左右に似たようなパーツがあるだけで、完全な左右対称ではない。当たり前。すげえな。雑いな、組が。これは戻すんじゃないの、こうやって。そうだよね。とりあえず、この金属パーツを先戻すっていうね、小学生レベルでね、やってることが。小学生でもそれ思いつくよって。でも小学生がこのゲームで遊んでたら、ちょっとこう、将来心配するよね、いろんな意味で。あの子大丈夫かな、いろいろとってなるよね。俺も多分心配されただろうけど、いろんな人に。その頃心配してくれた皆さん、A 君はなんとかやってます。おかげさまで。なんとかやってます。今ここで報告しても誰も見ていねえと思うけどな、その頃の人。俺の小学校の先生とかどうなってんだろうね、今ね。もう、いくつだ？俺が今は20前半だから、10年以上前だぞ。いや、どうしてるんだろうね、あの頃プリプリ怒ってた先生とかはな。しみじみだわ。元気にしてんのかな。元気だといいけどな。だって今、新任というか、俺がその頃新卒で採用されたばっかりの先生とかももう、ねえ、いい年だよね。もっと言えば俺の幼稚園の先生とかそういう人だってさ、もうなんていうのかな。当時23だとしたら逆に。もう40後半？ 40 後半じゃないか。計算がおかしいな。計算がおかしいなとか。おかしいのは分かったけど、とりあえずもう40代あることは間違いないな。とりあえずこれ組むんだけど、こっちに。組んでネジで止めるんだけどっていう。さて、あとはトリガーくっつけて、トリガーじゃねえ、トリガーガードだ。そしたらこの重心くっつけて、まあ、ここはね、上下二連三段銃と一緒ですよ。イエーイ。おかげさまでできました。まあ何はともあれね。まあ、あの人たちは今どうしてるだろうとね、思いを馳せましたけど、まあ何はともあれね、まあ、ウィンチスター M21 ね、水平2年30分解してみました。この動画ね、気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。